青春を数字にしたら2101になった。青い青いキリンレモン2101。今週のゲストはレベッカの皆さんです。はい、どんどんスタッフ並んでいただいて、すごいね、元気だね。どうも、こんばんは。こんばんは。なんか函館からで来たんだって。そうです、昨日ライブがありまして、で今日もこっちでライブがあります。なんかその前が旭川。そうです、その前はまた札幌だった。ね、はい。それじゃあのメンバーを紹介していただこうという自己紹介がいいかな。はい、近くからいきますか。あ、まずあなたから。あ、そうだ。ボーカルのノコです。ギターの小賀森夫です。シンセの戸橋です。このマイク行ってます。ドラムスの小田原です。ベースの高橋です。事務所の方に優先からランキングが届きまして、最新のランクで今フレンズ2位です。素晴らしい、素晴らしいですね。結成してもどのぐらいになりました？デビューしてからは1年半か2年ぐらいなんですけど、レベッカっていう名前になってからは3年ぐらい。このレベッカの名前の由来ってのは何ですか？黒い瞳の少女レベッカっていうね、小説があるんですけど、それは結構ね、シンデレラとね、反対の意味でね、結構ね、不幸な感じの、あれなんですよ、その切ない感じを、ノッコに当てはめて、つけた。切ない感じの女だ。そう。普段元気ね。そうなんですよ。あ、さっちゃんなんか聞きたいことあるんですかね。どうぞ。作詞とかすごくなさってるんですけど、どういう時に詞を思いつきました？思いつくのは別に決まってないんですけど、書くのはね、夜寝る時だから、こうやって枕のとこでこうやって書いてるからね、そのまま寝ちゃってね、朝マジックの詞がボーって出てきてたんですよ。なるほど。もう一つは？メンバーの方みんな男の方が多いんですけど、一人なんですけど女性の方ね、嫌じゃありませんか？嫌じゃないですよね。だけどそうだな、遊びに行ったりするときにね、なんか遠慮しなきゃ悪いかなって思うときはあるけど。誰が一番優しいですか、このメンバーの方？そうだな、みんな優しいですよ、すごく。真ん中の小田原くんが優しい顔してるね。優しいですよ。それじゃあまずはですね、レベッカのね、プロモーションビデオを見てもらおうと思うんです。はい。で、2曲続けてまいりますんで、一つ皆さんも楽しくご覧いただきたいと思います。曲の方紹介していただけます？はい。まずはウェラムボートクラブっていうのと、バージニティっていうのを見てください。それではまいります、レベッカです。Bye.
も自分でこう改めて見てたんで、1年ぐらい前なんですよね。で1年経つと顔って変わりますね。ヒルも上がったの？そうですか、なんかね、髪の毛短かったりして、気になって置いちゃったそれからね、今日スタジオを見てもらえば分かるとね、ものすごいの、すごいカメラを持ってきてるんで、それからいろんな方を向きながら喋りしますからまずあの辺を中心に、私入ってごめんなさいですけども、コンサート活動、今年だいぶやりました？結局100本ぐらいになったみたいな。どこのコンサートが一番楽しかったですか？そうね、その場所によって割といろいろ決まってないんで、季節のコンサートってあるけども、季節的に、季節的にはコンサートはいつが一番好き？そうだな、冬の方がバテないです。冬の方がバテないね。テレビカメラは撮れないかもしれない、この辺で。夏は強い方ですか？いつでも文句言ってます。暑い時は趣味が一番好き。メンバーの中で意地悪な人って言ってください。メンバーの中で意地悪なのは、みんながね、土橋や日野選手のことをいじめる。どうやっていじめる？早いのいじめです。怖い部分があったりなんかします。さて、今度はプロモーションビデオの方はね、今年出たシングルの、プロビデオ2曲、これまた続けてみていただきますが、ラブイズキャッシュ、お金が好き、お金を愛してるわっていう、っていうか恋はクレジットじゃなくて現金払い。もう一つは、サバイバー優先の方でも第2位でございます、この2曲を続けてみてもらいます。フレンズも一緒です。真夜中のラブコールは、コイン一枚タイム、エミットの3分間かけてみるわ。フランスシネマみたいに、どこの渋りで、それだけで痺れるようなドラマチック。軽く当たってみたいと思うんですが、ファッションには自信ありますか？ファッションですか？はい、いや今見てくれた3本とも、何？僕がね、3本とも全部同じ衣装だって。嘘衣装買ってください、マネージャー。
ほとんどあなたのこと見てなかった。いや、だから今気がついた。あ、ほんと。やっぱ本人自分のこと気になるな。楽。あ、そう。今度この衣装出ちゃいよ、舞台。舞台ね。考え込んで。小太郎先生、日は毎日撮ってますか？毎日。一番あなたはこう優しそうな感じの顔ね。そうですか？なんか、あの、グループの中で愛されてるって感じあります？ありますね。それ、かっこいいですよね。はい。このヘアバンドは何か意味あるんですか？いや、別に、ちょっと髪の毛が邪魔なんで。高橋用なんですね。そうです。一瞬ドルフかと思いましたよね。ドルフ。そうです。この感じと髪も全部取れるってことはないですね。いや、そんなことはない。そんなことはない。ほとんどね、無表情です、今日ずっと。普段もおとなしいですか？いや、おとなしいですよ。まあ、さっきからやってる、それは何なの？いや、大体こう、正面から見て分かりませんか？耳がね、こういう風になっているからね、音が聞こえやすいの。なるほど。音楽向きですね。はい。というわけで、レベッカの皆さんでございますが、皆さん、テレビをご覧の皆さんにもプレゼントをございます。はい。はい。ですね。もっと本人が来てしまうという。わかりました。これを2名様にプレゼントいたします。レベッカサングラスです、はい、2名様、はい、それから、はい、このポスターいいね。ポスタートランプみたいな紫がすごい綺麗よ。ポスターにおまけにシールがついてます。10名様にプレゼントします。はい、はい、それから今日はあの皆さんにつけていただいておりますこのサンクラの毎度おなじみになりましたバッジ、今日のは全部あのレベッカのサインが入ってます。いっぱいあるからわかんない。これこれじゃない、これですよ。こっちもある。これじゃない、これですよ。10名様にプレゼントいたします。今日は本当あの函館から帰ってきたばっかりでね、大変なところ忙しいところありがとうございました。今日はあのガチャなんかの準備できませんでしたけど、その次またぜひスタジオのことも演奏してください。レベッカの皆さんでした。どうぞ拍手をお送りください。それではサンクラトップファッション。